はい、こんにちは、ポテリンコです。今日は鹿児島県総群大崎町にあるやっこさんにお邪魔しています。今日はね、お店人気のサンラータンメンを食べます。定食で焼肉セットをね、頼みました。楽しみです。焼肉セットが到着しました。とってもね、美味しそうです。もう野菜たっぷりのね、焼肉です。卵スープとサラダとデザートの杏仁豆腐で、お漬物はね、きゅうりでした。で、ご飯もつやつや、美味しそうです。いただきます。サンラータンメンも到着しました。ごま油とちょっと酸っぱい匂いとしてます。美味しそうです。いただきます。やっぱりサンラータンメンから食べたい。ちょっと場所チェンジします。初めて食べます。いただきます。うわー、とろっとした、とろっとしたスープ、ひき肉と卵がふわっとした、卵とニラと、これラー油と、熱そう。熱っ。うわ、ちょっと酸っぱいけど美味しい。めっちゃ熱かった。あ、美味しい。うわ、めちゃくちゃ熱いけど、めちゃくちゃね、美味しいです。酸っぱいけど美味しい。わー、麺がやっぱり好き。美味しそう。絶対熱いわ。すごい美味しい。スープのベースがね、すごいあっさりしとるんかな。すごく美味しい。めっちゃうま。ニラレバー炒めも到着しました。とってもボリューミーで美味しそうです。シェアして食べます。サンラータンメンハマりそう。めちゃくちゃうまい。とろみがついてるけど、めちゃくちゃ熱いけど、
最高。マンボウ麺をいただいてみます。うん。うん。美味しい。お豆腐もトゥルントゥルン。生姜がふわって香ってすっごくうまっ。うまい。うまい。うん。最高。うん。うまっ。うまい。うん。焼肉もうまい。焼肉の味付け最高。うまっ。ご飯が進む。うん。最高。うん。うまっ。歯応えも最高。卵スープだ。うん。おいしい。最高。
卵がすっごいふわふわ。お漬物めちゃくちゃ美味しい。美味しい。ご飯も美味しかったね。ほんのりからし漬けっぽい。でもちょっと甘みもあってうまい。大満足のね、セットで。サンラータンメン、もうね、食べるスープに変身。美味しかったです。デザート何人だ。美味しい。美味しかったです。最後デザート食べます。最後ごま団子いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。とってもとってもとってもとても美味しかったです。サンラータンメン最高にね、美味しかったです。酸味があってね、スープのコクもうね、最高でした。もうとろっとねしたスープで
卵がふわーってして、ニラもねたっぷり入ってね、とっても美味しかったです。ひき肉もねたっぷり入っとって、もう最後は麺なくなってからもうね飲むスープ、違う食べるスープで、とっても美味しかったです。セットはデザート、サラダ、デザートついてるのでね、もうね大満足のねセットです。もう焼肉もとっても美味しかったです。ご飯もとってもとってもツヤンツヤンでもっちりで美味しかったです。最高でした。ニラレバ炒めもねボリュームがあってとっても美味しかったです。もやしもたっぷりでね、もうレバーもとても美味しかったです。で最後にね今日ごま団子食べました。とってもね美味しかったです。ぜひぜひね食べに来てください。とても美味しいです。楽しく見ていただけたらグッドボタンとご一緒にチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok やってます。ぜひぜひ覗いてみてください。今日も美味しく楽しくお腹いっぱいになりました。以上ポデリンコでした。バイバイ。美味しかった。